皆さんこんにちは、キンパミでございます。本日はですね、自然寺駅に来ております。非常にね、歴史ある温泉地でございますので、皆様をご案内できればと思います。ではよろしくお願いいたします。なんと駅に着くとですね、ラブライブの車両が見えるんですね。私あまりこの辺はよく分かってないんですけど、とりあえず撮っておきましょう。好きな方もいらっしゃるでしょう。はい、ちなみにこちらですね、 IC カード使えませんので、来る際は皆様お気をつけください。こちらのアクセスは新幹線の三島駅まで行った後、修善寺に、伊豆箱根鉄道で行くという手段があるんですが、東京からですと特急電車が出ていますので、それを使えば1本で行けるようです。さあ、この通り自然寺温泉郷なんですが、駅から少し離れているんですね。なのでバスで行きましょう。もう来てるんでね、早速乗りたいと思います。はい、自然寺温泉の方まで回りました。ここからね、いろいろと回れればいいと思いますが、まずはランチですかね、行ってみたいと思います。はい、今回の目的地、安兵衛でございます。こちらですね、ズガニうどんが有名だそうなので食べてみましょう。海鮮が美味しいお店です。安兵衛さん惜しかったな。修善寺来ることあったら毎回寄ろうかな、ここ。というわけでね、ここからちょっと竹林の方を見に行こうかなと思ってますね。よろしくお願いします。北条義時ゆかりの地ということで、こちらには歴史にちなんだ場所がいろいろあるようですね。これは空き家みたいですね。都
どなたか借りてはいかがでしょうか。はい、こちら竹林の象形と言われる散歩道ですね。こちらも床にの地ということなんでしょうか。ひとまず散歩してみましょう。楓橋、恋にまつわる御利益があると言われているようですね。はい、そんなわけでたどり着いたのはこちらの箱湯でございますね。こちら日帰り温泉でございます。もちろんね、大浴場なんで中は映せませんが、ね、上の方に展望台があるのでそちらを映せると思うんで、そちらから景色を映していきたいと思います。編集中の金パミです。中はこんな感じになっています。ヒノキ作りの湯船にかけ流しの温泉が最高です。泉質はアルカリ性単純温泉、風情があっていい湯でした。土足厳禁なし。ちなみにこちらも歴史の深い温泉だったりしますね。こちら北条氏に襲撃された温泉だったんですね。はい、そしてこちらは修善寺、807年に弘法大師が開基いたしました。こちら鎌倉時代源一家の戦いの場として有名です。
ちらで手を清めるのですね。これなんか湯って書いてあるんですけど、温泉なのかな。あ、あったかい。温泉ですね、多分。わさびソフトクリーム、果たしてどれぐらいやばいのか試してみましょう。はい、どうも。はい、すごあの、全然うまい。なんか野菜って感じ。こちらに温泉のようなものがありますが、こちらは残念ながら入浴はできないそうです。足湯としての利用もしてはいけないみたいですね。でもなんかさっき普通にやってる人がいたんだよね。なんでだろう。はい、なんとこちらもともと川は冷たい水だったようなんですが、川中の岩を打つことで冷泉を沸かすということで、川の水を温かくして温泉療法が広まったっていう言い伝えがございます。はい、こちら弘法大師が湧出させたとされる自然寺温泉、その手湯でございます。早速ね、手を温めていきましょうね。うん、あったかいで熱々、ちょっと熱いですね。はい、こちら源範頼の墓でございます。こちら私はあまり存じ上げなかったんですが、結構近世いろいろあった方で、最後自害して亡くなったとされてますね。しかし
本当に見晴らしのいいところに建てられたものです。写真展やってるんだ。はい、こちら比叡神社っていうところですね。こちらも弘法大師の購入と言われているようですね。はい、今回私が泊まる宿、ホテルラフォーレ自然史三四水明なんですけれども、ここから行くと結構面倒くさい感じになりますので、タクシーで行こうかなと思っています。で、修善寺駅から一応送迎バスは出てるんですけど、ちょっとちょうどいいのがなくてですね、やはり時間の融通が利くタクシーが良いでしょう。はい、敷地の方に着いたんですけども、ここすごく敷地が広くてですね、中を移動する中というか敷地内を移動するだけでもかなり歩きますね。で、ここからチェックインするわけなんですけども、とりあえずゲストハウスなどところに行くわけですね。あれかもしれないですね、あちらのゲストハウスと書いてあるところだと思います。ちょっとどこからチェックインしたらいいか分かんなくなってきましたね。タクシーの方が言うのはセンターハウスに行けばいいというのことだったんですけれども、センターハウスの中にですね、ゲストハウスでチェックインしてくれっていう表示があったので、今ゲストハウスの方に向かっているところですね。だからさっき入ったゲストハウスとなんか違かったっぽくて、フロントっぽいものがないんですよね。ちょっと謎ですね。どうやら私が入ったのはこちらの入り口の方で、でまた別でフロントがあるみたいですね。
こちら全然気がつきませんでした。こちら入っていきたいと思います。これがゲストハウスですかね。こちらでチェックインをしていきましょう。はい、今チェックインの手続きを済ませたところでございます。こちら入り口で、こちらのフロントでチェックインを済ますところです。で、お土産いろいろ売ってますね。こちらでソフトドリンクを買ってお部屋で楽しむという楽しみ方もできますね。後で買いに行ってみましょうか。で、こちらにはレストランかな、素敵なところです。こちらの休憩所もなかなか素敵な空間で、思い思いの時間を過ごせるんじゃないでしょうか。で、すぐそばに喫煙室もあるんですが、私は吸わないんですけれども、タバコを吸う方はこちらで一服をすることができます。やはり敷地内が若干広いんで、移動の際にはバスを手配してくださるそうですね。待ってみましょう。はい、やっと来ました。こちらの三子水明という建物、やっと部屋に入ることができます。で、今回すごくいい部屋撮ってますのでね、お楽しみに。では行ってみましょう。はい、今回私が宿泊いたしますのはこの811の水というお部屋でございます。では入っていきましょう。まずはこの広い玄関、素晴らしいですね。キリしています。で、ここを上がりますと、右手にまずこの開けた空間が広がってくるんですね。で、右手には大きいベッドが2つ。いやー、素晴らしいですね。これはかなりゆったり寝れますよ。で、こちらには寝室用のテレビと金庫で、ブラシがありますね。で、こちらは羽織るものですね。部屋着用のものでしょう。で、そばにはコンセントや時計がありますね。ティッシュもあります。で、こちらにちゃぶ台がありますので、これをワンチャン謎のデュエルスペースということにしてもいいんじゃないかなって私は思うんですが、視聴者の皆様はどうでしょうか。で、こちらに大きなテレビがございますね。こちらの方にはフロント用の電話とメモ、あとは蚊取り線香がありますね。で、こちらにパンフレットのようなものかな、後で見てみましょうね。はい、やはりこのホテルといったらこれでしょう。この素晴らしい景色見てください。もう何もかもが見えますね。あちらに見えるのはもしかして富士山なのかな。だいぶ雲に隠れてますけど、まあそういうことにしておきましょう。今日はかなり見晴らしが良いので、向こうまで見えますね。なんか風力発電なのかな、あのなんかちょこちょこ見えるやつは。送電灯なんかよくわからないですけど。で、ベランダのこちらでは休憩をすることができますね。ゆったりとくつろぐことができます。で、今回水回りですね。トイレです。こちら、なんと綺麗なトイレか。近づいても飽きはしないんですね。もちろんウォシュレット付きの立派なトイレでございます。で、こちらで手を洗うこともできますね。で、こちら手洗い場とポットと、こちらで
コーヒーと入れることができますね。で、こちらには冷蔵庫がありますね。こちらペットボトルが2本サービスでついています。無料で飲めるみたいですね。で、食器類があるわけです。ゴミ箱もございますね。で、メインディッシュに行きたいところなんですけども、まずはこちらの洗面台、こちらで歯を磨いたりとかすることができますが、やはり気になるのはこの露天風呂でございますね。いや、なんて素晴らしいんでしょう。こちら修善寺温泉が一人でお部屋で24時間いつでも堪能することができてしまいます。いや、最高ですね。もうここに住みたいわ。つい飛ばしてしまったんですけども、こちらのシャワールームで体を清めることができるんですね。こちらもかなりおしゃれでいいんじゃないでしょうか。いやー、今回の宿いかがでしょうか。で、今回の値段なんですけども、じゃらんから5000円のクーポンをもらいましてですね、今回4万6250円の支払いとなっております。いやー、5000円って結構大きいですよね。というわけでね、こちら本日は堪能していきたいと思います。よろしくお願いいたします。先ほど結構電気をつけ忘れていたので、改めて電気をつけて一通り取り直してみましょうか。いや、本当に素晴らしい部屋です。はい、今回のホテルの敷地の全体図なんですけれども、こちらの5番のところで受付をして、この1番のところに今来ているわけです。で、こっちまであるわけなんですけれども、いろいろと楽しめる場所があるようなので、まあ回れるか分かりませんが、可能な限りご案内いたします。で、今回ですね、大浴場の他にもレストランやアクティビティがそれぞれあるみたいですね。で、今回お部屋にお弁当を持ってきて、まだお部屋食になるんですけども、飲み物は事前に言うと運んできてくれるみたいです。このメニューの中から事前に言う形ですね。ただ結構いいお値段しますね。まあ、いくつか頼んでみましょう。それでは早速こちらの素晴らしいお風呂入っていきたいと思います。こちらですね、扉みたいなのを開けることでさらにお風呂が開放的になるんですね。いい感じじゃないですか。最高ですね。マジロケーションが本当に、マジいいことないわ。最高。はい、すっかり日が落ちましたが、そんなベランダもなかなか風情がありますね。
はい、よく見たら部屋の中に温泉分析表があるんですね。まあいろいろ書いてあるんですが、まあ、要するにアルカリ性単純温泉、肌の角質を落としてくれるという効果があるんですね。スベスベになります。はい、お部屋食用の食事が来たんですが、結構でっかく来ましたね。早速食べていきましょうか。はい、飲み物はビールとあと日本酒にいたしました。でこちらですね、ご飯が入っているんですね。でこちらお吸い物用のポットでして、だしをですねこうやって入れるみたいですね。うん、いい感じで、こちらが開けてみると、おお、いっぱい入ってますね。でこれを広げることができる。わあ、いいっすね。こちらは前菜4種かな、これら4つと、あと刺身ですね。いやー、いいっすねこれは。であとはちょっと影になっているんですけど、美味しそうなやつですね。でこちらの箱には、おお、いいっすね。わからないですけど、非常に美味しそうです。煮物系かな。でこちらは、焼き魚ですね。卵もついていて非常に美味しそうです。で、あ、これはステーキですね。本当に美味しそうですね。マジフルコースぐらいめちゃくちゃいっぱいあります。でこの謎の壺はなんだ、ちょっと開けてみようか。あ、これはデザートのプリンですね。今開けるべきじゃなかったな。後で食べましょう。ではこちらのお料理たち食べていきたいと思います。よく見たら献立表みたいなのがありましたね。で先付けがサンマの酢の物、あ、この下の方ですね。サンマの酢の物と、あとは前菜、ムカゴ新醤、牡蠣、白和え、鴨ロース、いちじく赤ワイン煮で、こちらがお造りのマグロサワラタイですね。でこちらがステーキで、タチウオの戸田塩焼きで、こちらがかぼちゃまんじゅうで、ご飯は白飯と。でこちらがお吸い物です。でこちら黒米プリンってあるんですか、味どうなんでしょうね。美味しそうだ、食べてみよう。いただきます。まずはね、酢の物ですね、食べていきます。うん、美味しい。クラゲが入ってますね。うん、さっぱりしてて美味しいです。いいっすね、やっぱビールはうめ。鴨ロースでーす。あ、これは串になったやつを食べるんですね。うん、オリーブと合わせてありますね。うん、食感もしっかりしてて、あまり旨味もしっかり出て美味しいです。じゃあ牡蠣の白和えだと思います。食べてみましょう。うん、意外と甘みのバランスが良くて、香りもすごくいいですね。うん、美味しいです。これはムカゴ新醤かな。食べていきます。うん、かまぼこみたいな食感ですね。美味しいです。で、いちじくの赤ワインに、なんかフルーツを使っているのが多いですね。うん、
かり甘くて美味しいですね。で、順番前後するんですけど、ステーキ、こちら食べていきますね。超うめえぞ。おいしい。お吸い物のね、いい出汁出てますね。あっさりしてて安心します。はい、まずではお作りをいただきましょう。こちら炙ってんのかな、サワラかと思いますけど、うまっ。ちょっと日本酒飲みたくなりました。今日の日本酒、合う、ナイス。で、これがマグロかな。いただきます。超うめえぞ。最高じゃん。で、そしてタイでございますね。食べていきますよ。食感がみずみずしいというか、多分これが新鮮なお魚の味なんでしょうね。本当に美味しいです。やっぱり伊豆方面はね、お魚が美味しいです。いただきます。あー、もう最高ですよ。これほど幸せな時ってあるんですかね。結構いろんなホテルで夕食に刺身を出すんですけど、どこも外さないですね。ここも例外ではありません。非常に美味しい刺身を出していただきます。美味しい。やっぱ刺身ってうまいな。はい、こちらタチウオの戸田塩焼きでございます。こちらそのままガブリといっちゃいましょう。うまっこれほんとうまいっすね。旨味が口いっぱいに広がる。卵焼きもしっかり食べますよ。若干いろいろと入ってますね。おいしい。かぼちゃまんじゅうですね。こちらもいただいていきます。うまっ。めちゃくちゃうまいですよ、これは。さあ、黒米プリン気になってたんですよね。食べましょう。デザートです。これは香ばしさと甘みのバランス、そして卵のふわふわ感、それがすべてマッチしてますね。で、黒米もいいアクセントになってます。非常に美味しい。こりゃいいデザートだ。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。
さあ食事してからもだいぶ時間も経ったので酔いも覚めたところでまた日が沈んだ後の温泉にもゆっくり浸かりたいと思います。あやっぱり温泉は最高っすわ。はい、今日は明日に備えてっていうかシンプルに眠いんで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今の時刻は6時57分だいたい7時。今日は朝食を食べてお風呂に入って熱海方面に行こうかなと思います。よろしくお願いします。はい、せっかくなんでね大浴場に行こうかなって思います。その足でね朝食会場にも行っちゃいましょう。森の湯、ここから先は撮影ができませんね。画像でご紹介いたします。編集中の金パミです。大浴場はこのように広々としていてゆったり入れます。泉質はお部屋と同じくアルカリ性単純温泉、いい湯でした。さてこの足で朝食会場に向かうといたしましょう。はい、玄関向かってこちらが本日の朝食会場となります。今回バイキングですね。ご機嫌な朝食です。味噌汁も飲みましょう。うまい。いやーたくさん食べました。やはり食べ放題だとついつい食べ過ぎてしまいますね。というわけでチェックアウト時間までお部屋でゆっくりしておうと思います。朝の景色です。この足か昨日よりも空気が澄んでいるように思います。
の送迎バスに乗って修善寺駅まで帰りましょうね。はい、今回ですね、修善寺温泉で言い残したことがあってこちらに行くことです。昨日ね、定休日だったんで今回リベンジですね。入ってみましょう。天ぷらさわいいや、あれだけ品目が出て美味しいし、あれ600円かなり安いですね。いや、美味しかった。お、ここにも温泉のセーマがいましたね。修善寺編いかがだったでしょうか。次回は熱海編となりますので、よろしければチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。